行きたいけどさ、もう本当に息でき、危ない本当に。ストレさん10周年ありがとうございます。危ないのよ本当に。もうひなつさんとひじりちょっと力加減おかしいからさ、特にあの2人のね、あの力加減あのね容赦ないので、はい、すごいのよ、容赦ないから、うん、いやー面白かったです、あ面白かったですっていうか普通にあのなんか楽しんじゃってましたね、はい。すごい楽しんだよかよかでした。もうね周年の次の日で、あのよかよか楽しめるかすごい不安だったんですけど、はい、リコピさんと秋吉さんとひなつさんとひじりとね、あのすごい本当にずっと喋ってたんで楽しくて、下野さんもね疲れてたと思うんですけど、楽しかったです。なんかよかよかって本当に、いやあの本当温かいさ、あの番組だったなーってちょっと懐かしい。なんか私たち5期生はあんまり先輩方に比べたら全然出てない方だけど、安心感があるね番組だったんでね、なんかそう気楽にね、あの楽しめる番組というか、そうなんか久々にああよかよかだってなってちょっと懐かしくなったんですけど、そう楽しいね、ちょっとよかよか恋しくなっちゃうけどさ、恋しくなっちゃったんですけど楽しかった。高松さんありがとうございます。あいちゃんはバラエティー班は意外でしたな。うん、なんかあの村重さんみたいなあのバラエティー路線にはいけないけど、いけないっていうか村重さんはもうなんか天才的なあの面白さだからあれですけど、もう私は喋れトークがうまいとか、やっぱ小さい頃から司会とかするのは好きだったから、なんか回せるうまく回せるような場をね、そう突っ込んだりなんか話をうまく拾えたり、なんかそうなんて言うんだろう、喋るのが喋りとかでこうもっとうまくトーク力ですね、もっとトーク力がある人になりたいんですよね、そう。うん、コントロールもうね安定のよ、ひなつさん安定の、ほろよいさんありがとうございます。リコピは何でも拾う好きですが、リコピさんでもほんとすごいなって思う思うけど、もう助けられてね、そう、うん、面白い。ヒコピさんもすごい、うん、ひじり使いとかりのちゃん、あそうね、同期ではねそこら辺あのコントロールできるようにね、
ナウンサーアナウンサーいやいや、うわ、よかよかめっちゃ面白かったね。楽しかったです。いや、あのみんなね、疲れが溜まってる中ね、スタッフさんてかマネージャーさんとかもいたので、もうみんな寝てないじゃないかってぐらいね、あれだったんですけど、まあちょっと明日からちょっとゆっくり休みたいと思います。明日からっていうか明日はゆっくり休みたいかなという感じで、うん、さんの顔がやばかった。でもまあ疲れてたと思うよ。ただでも今日がだから日曜日っていう感覚がなくて、そうなんか展示行ったらすごいなんか人多かったんですよ。でクリスマスマーケット一瞬だけ日向さんともう写真だけ撮って退散したんですけど、人多くてね、なんでこんなにいるのみたいな言ってたら、ああ日曜だからかってなって、曜日がちょっと分かんなくてさ、全然そう何も買わなかったけど、写真だけ、うん、記念に。逆にハイテンションだったらそうかもね、多分、うん、日曜日感がない。明日だからみんなからしたら月曜日なので、お仕事がねまだ始まる1週間なんだと思うので頑張ってください。久々のオフかもしれないな。いつぶりのオフだろう。ちょっと覚えることとかあったからなんやかんや今月はすごいほとんどお休みあんまなかったかも。リハとか含めしいたけさん明日だね。長津さんありがとうございます。眠いな。クリスピーダーズ、あ、行ってないな、行ってないわ、行けなかったな。明日アイアンとラッカー、それはドキドキ。お仕事の時はやっぱお仕事スイッチ入るから、うん、お仕事スイッチ入るから全然大丈夫、元気なんだけど、終わってやっぱこう帰ってくると眠くなるね、疲れが。カメさんありがとうございます。元気です、元気で頑張ります。また今日からもね、ツッキーさんありがとうございます。あ、そう、でも黒毛和牛が待ってるんだ、みんなからの黒毛和牛が待ってるんだ、嬉しい。ご褒美じゃないか。いつだろう。でもでもまだあれだな、来
てない、前回の多分テーマパークのやつまだなので、多分どうなんだろう、いつだろう、お正月ぐらいのなのかな。あ、じゃあフルーツも来てないですまだ。ということは、年明けになるかな、お肉。2022 2022年になってからが欲しい。お肉ね、焼肉年明け期待かな。愛知の限定ポストカードが当たりました。なかなか、なかなか当てるの大変な確率ですよね。おめでとうございます。羨ましいって、すごいね。いやー、レア、レアっていうかさ、ファンの人が引くのはさ、なかなか。ありがとう。まあでも私が当たんなかったとしてもね、通りもゲットしてくださった皆さん、ありがとうございますね。小田さんの絵が全部可愛いのでね、もらったんだ、すごい知り合い限定感、ありがとうございます。しばらく朝ごはん通りもえ、まあまあまあ、でも栄養和菓子、和菓子って美味しいよね。あれ、通りもん大好きなのよ、ほんと。通りもんめちゃくちゃ美味しいからさ。まあちょっと、通りもんがご飯はちょっとね、さ、野菜も食べるんだよ。ズッキーさん10周年おめでとう。ありがとうございます。886。2回目。放送紙から綺麗に保存して、そうだよね、私もまだ開けてない。レンジで温めて、あ、食べたことないかも。温めて食べたことないかも。みんな的には福岡のお土産はサイン入りポストカード。お、すごい、サイン入り、サイン入りすごいね。気に入りっていうか、おすすめのお土産は何なんでしょうか。私、通りもんはね、誰にあげてもあの喜ばれますよね、美味しいからね。そう、おばあちゃんとかおじいちゃんとかにあげても喜ばれるし、そう、友達とかにあげても喜ばれるし、みんな好きです。みんな好きなお菓子だと思うんだよね。めんべいもね、いいよね。あ、おばあちゃんとかおじいちゃんはめんべい結構好きだな、私のおばあちゃんとか。なんかね、チョコ、福岡のなんかチョコを買っていきたいんだけど、実家帰るときとかに、
なんかでもチョコレートショップのが有名ですよね。おすすめだよね。おすすめっていうか、ひよっこが好きで、あ、食べたことあるわ。福岡にしかないチョコ、ネジチョコ？ネジチョコってなんだろう。ネジの形したチョコ。クロワッサン、ラスクと。買ったことあります。クロワッサンはね、あるそう。ネジチョコは男子が好き。あ、そういう感じ？そういうユニークな感じなチョコ。ネジチョコ。あ、本当だ。福岡限定じゃん。すごいね。本当に本当に閉まるやん。本当にネジ1個ってできるのって。こんばんは。面白い。チョコ、チョコがね、美味しいチョコ買って帰りたいな。粒チューブ、なんだ、粒チューブ。福岡結構美味しいもの、美味しいお土産ありますね、やっぱ。昨日の転校生はずっと見たかった組み合わせだったな。そうですよね。私も本当めちゃめちゃ嬉しかったんだよね。そう、また明日あれしよう、なんか感想をね、周年の感想とかぜひお聞かせください。ちょっと私が出た楽曲とかちょっと振り返りつつ、配信の時に少量、どうしよう。あ、あつ盛りしてないや。昨日したっけ、私。朝したか。ログイン、毎日ログインするの。モットーにしております、最近。うん、え、タワーですか？ありがとうございます。え、タワーだ。ヤスシさん、ありがとうございます。すき焼きタワーだ、ありがとう。
国城さんのタワーはあれ来た時にカードありがとうございます。びっくりびっくりタワー、ああとよかよかで投げてくださった方もいたね、タワー私のファンの方でありがとう、みんなうちのファンのこと投げてくださってると、ありがとうね、久しぶりで、久しぶりだけど元気逆に元気って聞かれるか、私は元気です、ありがとう、お久しぶりだね、コンビニタワータイムがある私のみんな知ってる名前で、あ、なるほど、元気で、あ、よかった、ありがとうございます、今カードメッセージカード書いてます、ラップ着る、ちょっとね想像していなかった、よそあれですね、予定外の記念日、ありがとうございます、やすさん、ありがとう、来てくださって、心配して来てくださったのかな、ありがとうね、ありがとうございます、すき焼き、マリアさん3時間前やってるわ、おー、マリアさんもちょっとあれかな、リハ期間終わって、周年終わってちょっとやってますねやってますね、マリアさん、マーさん、マーさんチェック入ります、安定のマーさんチェックが入りますと、毎回あつ森仲間です、3時間前にやってた、3時間前までやってた、
今日もう遅い時間だからあれかなんない。あ、美しい島条例っていうみたいなんのやつやったんですけど、どうなんだろう、どうなってくんだろう、マサチェック、雑草減るんかな。え、ハッピーランク B、 ハッピーホームアカデミーは私はランク B なんだよね。まだまだだよね。雪は降ってたのよ。この音楽も結構いいかも。夜のね、夜の時間のね、BGM も好きなんです。癒されるんですよ。あ、そう、あとね、動物の森のね、あ、あつ森のかな。一番くじがね、12月8日。から8日から始まるんだよね、一番くじ。コンビニ、セブン、セブン、ローソン、なので、え、ちょっとね、したいんだけどね、一番くじとか私したことないんで。楽しみだよね。当たんなそう、私が欲しいやつ。でも全部何が当たっても嬉しいけど、当たるかな。一番くじ、なんか景品なんかいろいろあって、クッションとかあったっけ、とかなんかなんだっけな、何があったっけな、スプーンとかもあった、スコップのスプーン、スコップじゃない、シャベル、一番くじ沼か、怖いな。ジョニーのぬいぐるみ、あ、そうそうそう、あ、あ、ジョニー忘れてた、助けてなかった、ジョニー。どうなったかな、帰れたかな。助けてあげるよとか言って持っといちゃった。引いた後の買い物って、あ、そうなの、よかった。あ、でも本当にガチ勢の方は本当朝から引くんだよね。ジョニー放置、あつ森で癒される。ジョニーちょっと待って、どこにいるの、あ、幽霊いるわ、ゆうたろうみたいな幽霊見つけた、まだいたんだ。ジョニー消えてるので、
帰れたんだ。なんだ、自分で帰れるじゃないか。ロットガイするの、うわ、そうだよね、そうだよね、ガチだな、それはガチだな。島クリエイト全然できてない。ゆうたろうめんどい。え、わかる。ゆうたろうさ、意外と大変だよね、あれ。色違いジョニー、この前赤のジョニーだったよ私。あ、間違えた。海賊シリーズもらえるわね。そうなんだ、海賊シリーズもらえる。なるほど。イングランドのサッカー、イングランドって雪、イングランドってどこだ。雪か、雪がすごいとこに行ってみ、行きたいな。赤いやつ、色違いのやつ。ヤドカリが可愛いんだよな。ヤドカリ、ヤドカリがアリス、あつ森の中でも好きなんですけど、現実でもありヤドカリすごい好きでね。ヤドカリって不思議なんだよね。ヤドカリが好きなんです。そう、あ、ヤドカリやはり飼ってたことあるわやばい、やばいかな。あ、海に行った後、海に行ってカニとか捕まえて、ヤドカリ一緒に飼っていた。え、ヤドカリかわいいじゃん。ヤドカリ触れます、触れます、全然触れちゃいます。動物と生き物の中でカニ触れます。なんか逆、あ、なんか動物
はちょっと得意な動物はあんまいないけど、生き物の中だと結構何種類か私得意な、てかむしろ好きっていう生き物いますよ。カニとか小さい頃から捕まえるの好きで、今も多分いける。ヤドカリとトイプードルならどっちがいい？ヤドカリです。キングっていうさ、ライオンの住民からさ、あだ名で呼んでいいかって言われてさ、どんなあだ名って聞いたら、愛様、愛様ってのはどうだい？だろが。この人の語尾がね、だろが、だろがなの。口癖がね、だろがっていう口癖なんだけど、何？だろがって何？愛様ってさ、どういうことよ。すごいすごい、なんかキングだ、やっぱキングってそんな感じな、いいねにしとこう、もう愛様って呼んでくれるみたい。愛様呼びしてくれるって、なんだっけ、あ、そうそう、生き物はいける、いけるやつ、虫っていうかさ、意外といける。ヤドカリ、カニ、あと生き物、何がいけるかな、ザリガニ釣りとかしてましたよ、小さい頃。ザリガニ釣るの好きでした。多分触れると思う、今も。あれ、甲殻類強いかもなんでなんだろう、あれ甲殻類強いかもしれん。エビとかカニとかいけますね。イソギンチャク、あ、え、わかんない、触ったことないや。謎の甲殻類強いエピソード。怖いよ。エビは吸引力を出すか。でも噛んだりしないから、別にエビとか、あ、びっくりはしちゃうかもしれない、あのすごい大げさなリアクションを私しちゃうんでね、すごいビビるけど、でも大丈夫だと思う。その動物とかは、あのさあ、ついてきたりするじゃん、それが怖いな。ダンゴムシいけるけど、よく見たらちょっとやばいよね。なんか大人になればなるほどよく見ちゃわない？だからね、苦手になっていってるんだと思う。よく見ちゃうし、よく知っちゃうっていうのかな、なんか何も考えずに小さい頃は触れるんだけど、タランチュラいないかな、いないよ。
そう、私の得意な虫、生き物いたらちょっとまた教えます。なあとなんだろうな、動物で得意なのはいないな、とりあえず今のところ、今のとこね。そう、つもりね、いいな、動物の森って癒されるな。ね、時間が経つ早い。そろそろじゃあ終わります。ランキング読みます。じゃあランキング読みます。13位カメさん、12位34CP さん、11位ペシさん、10位ナオさん、9位ターくんさん、8位ウィケスさん7位ホグピグさん、6位 KSK さん、5位ニャオンさん、4位ズッキーさん、3位ユウツナバラさん、2位ひろゆきさん、1位ヤススさんです。ホグピグさんお疲れ、ありがとう。シュリデイさんお疲れ、ありがとうございます。皆さんじゃあ私もねゆっくり今日は寝たいと思います。ではおやすみなさい皆さん、また明日ね、バイバーイ、おやすみ、ありがとう。